こんにちは、マサです。さあ、やってきました。今日は僕の大学に行って良かったこと、悪かったことをみんなとシェアしたいと思います。ついにこの議論に踏み込むことにしました。この議論はね、人類が農作を始める前からずっとね、議論されてることだと思うんだけど、先に今回この結論を言うとね、答えはないってことなんだよね。おいおい、マサマジかよって思うかもしれないんだけど、何を目的に置くか、どういう将来を歩みたいかによって、やっぱり大学に行くべきか行かないべきか、これで変わってくるんだよね。ただ明らかに言えるなと思うのは、行かなくてもいい、そういう時代にはなってきてるよね。大学に行かなくても稼げる方法はどんどん増えてきてる。例えばこの YouTube も、俺は立教大学卒業じゃなくてもできる。ただね、それっていうのは結果論っていうんだよね。結果論何かっていうと、その結果になってから振り返って判断することなんだよ。例えばね、俺がサラリーマンやってて、周りがみんな早稲田、慶応、東大の社員だったら、ああギリギリ立教だけど、なんとかいい大学行っといてよかったなって、そうやって思うはずなんだよ。だからね、俺が行くべきとか、いや行かないべきとか、そういったことを言うのって結構難しいんだよね。だから今回はあくまでも俺の視点で、大学に通ってて良かったこととか、あちょっとこれ良くなかったなっていうところをお話ししていこうと思うんで、大学に行こうか迷ってる人は最後まで聞いていただければと思います。ちょっとね、前置き長くなっちゃったんだけど、早速行きましょう。まずね、立教大学に通ってて良かったこと、一つ目はやっぱ仲間だよね。まずそもそもね、俺がどこに通ってたのかっていうと、立教大学社会学部社会学科っていうところに通ってたんだよね。社会多いなっていうね。偏差値大体65ぐらいなんだよ。いわゆる G マーチ、学習院、明治、青学、立教、中央、法政、そして関関同立、関西大学、関西学院、同志社、立命館、この辺の大学に通ってる人の学力って同級生の中の上位 10% ぐらいなんだよね。要は同級生の10人に1人ぐらいが、まあ、偏差値65以上ですよと、まあ、そんな感じだよね。でね、これどういうことかっていうと、偏差値65あるってことは、小学校、中学校、高校、大学、人生のどっかしらのフェーズで努力してきた人なんだよ。もちろんね、中にはいやいや、もう幼稚園の頃からもう私立の幼稚園入れさせてもらってますせとか、小学校の頃もう気づいたらなんか私立に入学してた、そういう人もいると思うんだけど、大体の人は中学めっちゃ頭良かったとか、高校めっちゃ頑張っていいとこ行ったとか、で大学受験でめっちゃ頑張ったとか、そうやってどっかしらで頑張ってきてんだよ。実際俺の友達にも、高校でめちゃめちゃ留学してましたっていう人とか、中学時代の成績オール5です、で偏差値70ぐらいの高校行って立教来ましたっていう人もいるし、そうやってね、目標に向かって頑張ってきたっていう人がすっごい多いんだよ。まあでもね、こういう話すると分かる、いやいやマッサ勉強でそんな測るなよってね、思う気持ちも分かるんだよ。分かるし、それもその通りだと思うんだけど、やっぱね、勉強って結構努力がね、結果に出やすいのかなって思うんだよね。なんでかっていうと、まず範囲決まってるよね、やる範囲。そしてライバルはほぼ全員同級生じゃん。何点取ったら大体合格できるかっていうゴールも明確に決まってる。これ結構ね、勝負としては分かりやすい条件なんじゃないかなと思っていて、そこで頑張ってきた人たちが集まってるから、いやいや、まささすがにそれ無理っしょとかっていう人はいなかった。少なくとも俺の友達ではね。いや、まさそれいいじゃん、あそれ最高じゃん、頑張ろうよ。逆に俺も、うわそれいいね、いやめ頑張ってよ、ちょっと俺も応援するよ、そういう人が周りにいたんだよ。そして2つ目が環境ね。立教に限らずね、ある程度大学全般に言えることかもしれないんだけど、簡単に言うと何でもできる。これマジで何でもできるの。授業ほぼ自分で選べる。立教大学って心理学部とか観光学部とか異文化コミュニケーション学部とか、結構ね珍しい学部多いんだけど、社会学部でありながらそういった観光とか心理とか異文化とか、そういった授業取れんだよ。だから俺もその辺取ってたし、あとゼミって言ってね、少人数でやる授業があって、そのゼミで15人20人ぐらいかなのメンバーと一緒に合宿行ったりとか、そういったこともできるし、大学1年生の頃はなんか英会話のサークル入ったりとか、草野球のサークルも一瞬入ってたりとか、メインでやってたね、海外インターンシップを運営するサークルに入ってたりとか、海外から来た留学生が最初日本の生活戸惑うじゃん、だからそれのバディって言ってね、いろいろ留学生にあれこれ教えてあげるっていう。 Hey, what's up? If you need any helpI can do everything if you want. 要は自分でね、あれこれ必死に探す労力がなくても、もう学校内にあるっていうね、なんだろう、部活動がほんと100個200個ある感じで、しかも3つ4つ掛け持ち OK ですよっていう感じ、リアル4次元ポケットだよね。
こういうね経験を通して自分が何やりたいのかなっていう好きなことを見極めたりとか、まあ、一緒に頑張ろうぜっていう仲間だよね。そういった人を見つけられるっていうね。ウェーイっていうサークルに入って友達とバカ騒ぎするのもいいし、ちょっと俺らで世の中変えてこうぜっていう意識高い人と切磋琢磨するのもいいし、泥にまみれながらね部活動に明け暮れる日々もいいし、そういった選択肢が全部揃ってる。そして3つ目がリスクっていうところだよね。これね、俺が実家から立教に通ってたっていうところもあると思うんだけど、要は何やっても死なないよねっていうところなんだよ。起業するのもいいし、海外行くのもいいし、海外インターンシップに参加するのもいいし、でももし失敗したらどうしよう、いや死なないよねっていうところなんだよ。でもね、これって大学生に限った話じゃないんだよ。なんでかっていうと、高校生も一緒じゃんっていうね。実家に住んでればお金も節約できるし、俺はこれね、もっと早く気づくべきだったんだよね。恐れることは何もない、死なないんだから、好きなことやろうぜ。ね、そんな感じでも仲間もいいし、やりたいことできます、そしてそのリスクはない。そういったいいことがありながらも、やっぱり悪いこともあります。何かっていうのをね、今話していくから、ちょっと目を背けないで聞いて。まず1つ目、怠惰。これ何かっていうと、何をしてもいいっていうのは裏返すと何もしなくてもいいんだよ。大抵の大学の授業って高校より緩いのね。学部によっては本当授業1回も出ずに試験だけ合格すればいいよっていうような学部もあったりする。こうなってくるとね、自分を律するのは自分しかいないわけよ。もちろんね、ハゲ散らかしてるうるさい先生にね、あれこれ言われることもない。だから授業に出なくてもいいけど、その代わり先生は平気で単位を落としてくる。これね、大学生になって知る言葉なんだけど、自主休校っていう言葉があるのね。自主休校って何かっていうと、休校っていうのは授業が休みになること、先生の出張とか海外行ってとかでたまにあるんだよ。それを自主的にやる、まあ、つまりかっこよく言ってるけどサボるってことね。これ高校生のみんなね、ぜひ使わないでほしいんだけど、この自主休校を覚えちゃうとまずいんだよ。だけどね、俺も大学2年生の頃ハマったんだよね。これ友達と語り合ってたりとか、学生団体に入ってたから、その営業活動をねしたりとかしてて、結構自主休校してたの。もちろんね、それはそれで授業に行く代わりにね、いい時間の使い方してたなと思ってたんだけど、その結果どうなったか、留年しそうになりましたね。そして2つ目、誘惑。これ何かっていうとね、飲み会に行き過ぎた。大学2年生になって20歳超えるとお酒飲み始めると思うんだよ、みんなも。最初はこれまずいんだよね、ビール苦みたいなね。だけど慣れてくるとこれうまくなるんだよね。経験ある人多いと思うんだけど、もうね、楽しくてしょうがないんだよね。飲み会が、団体の打ち上げとかで50人とかでね、飲む時もあれば男女33ですみたいなね、こっち立教大学の男子3人みたいな、こっちなんとか女子大学の女の子3人で合コンイエーイとかもあったし、親友と1対1で将来どうするみたいな、いや就職どうするみたいな熱い話をすることもあったけど、飲み会って本当にね多いんだよね。でこれを続けるとどうなるか、シンプルにお金と時間を失うよね。気持ちいいぐらいにお金を失うね、これやるとね。はっきり言うけど、居酒屋で夢語ってても夢叶わないんだよ。夢を叶えるためにはね、こういう誘惑を断ち切ってもう手を動かすしかないの。だけどね、これは友達を作るなって言ってるわけじゃないんだよ。俺もね、もちろん例えば高校の野球部の同窓会とか行ったらわー飲むし、大事なのはそのお金と時間をもっと自分の大事なところに使っておけばよかったなってことなんだよね。将来自分のやりたいことがあるとか、逆にああなんかやりたいことなくてどうしようとか悩んでるんだったら、まず手を動かしてみる。お酒飲んでこの動きをしてる場合じゃないね。いろいろ本を読むとか話を聞くとか、そういったことをやっておけばよかったなと思ってます。ちなみにね、この反省を踏まえて今もほぼお酒飲んでないんだよね。そして来ました、3つ目、怖い言葉が書いてありますね。最後、講義です。これ何かっていうとね、大学の講義のレベルが低いってこと。嘘だろ、立教も講義低いの。私あんなに必死に勉強して立教行きたいんだけど、そうやって思う人もいるかもしれない、安心してくれ。取り扱ってる授業の内容が低レベルっていうことじゃないんだよね。もちろんね、アカデミックな内容は取り扱ってるんだけど、いかんせんアウトプットの機会が少ないんだよ。アウトプットってのはこうやって発信することね。暗記するだけだったり知識詰め込むだけだったら本とか論文を読めばいいよね。だけどその事実をもとに自分はどう思うのか、先生や他の生徒はどう思うのか、大学に通ってても良かったこと悪かったこと、このアウトプットは俺にしかできない。同じ立教大学に通ってた友人でも良かったこと悪かったことはその人はどう経験して何を感じるかによって、このアウトプットってのは変わってくるわけ。
そうやって自分の考えを発信する機会がないと、暗記パンと一緒だからね。先生から言われたこととか暗記するだけだったら、もう機械に任せればいいんだよ。俺たちは絶対に Google には勝てないから。だからこそ少人数の授業で、先生とのコミュニケーションが活発に行われる授業だったりとか、ディスカッションとか生徒の発表をメインにする、そういった授業をね、取っておくと、ここは改善されるのかなと思いました。高校生の頃まではね、正直先生の言われたことをバー暗記する、そういう授業が多かったと思うんだけど、大人になってからはやっぱ自分はどう思う、君はどう思う、 A さんはこうやって言ってるけどあなたはどう思う、あなたの意見を聞きたいんだよ、そうやって求められることがすごくある。だからこそ大学ではぜひね、自分の意見を伝える練習をね、してもらいたいなと思いました。さあ、ということで以上でね、良かったこと悪かったこと全て話したんだけど、これまとめるとどうなるのか、結局ね、全ての選択肢は自分が握ってるっていうことなんだよね。自分の手にはいろんな選択肢のカードがある。飲み会っていうカードもあれば、友達と遊びに行くっていうカードもあるし、家でゴロゴロするっていうカードもある。だけどそのカードを引いてそういった時間を使うのか、それとも友達と一緒に好きなことを極めながら自分の将来に向けて時間を費やすのか、そこをどうやって過ごすかによって大学の生活本当に変わってくるから、大学4年間で人生変わるからね。ということで今回は僕なりのね、立教大学に通って良かったことと悪かったことをお話ししてみました。どうだった？実は大学生活で学んだことってまだまだたくさんあって、もしね、好評だったら俺なりにね、考えていろいろ発表していこうと思うので、できたらね、なんか一緒のサークルやってた仲間とかね、もね、出演してもらって、なるべくみんなにね、大学行くべきなのか行かないべきなのか、そのヒントになるようなね、情報を与えられたらいいなと思ってるので、ぜひチャンネル登録して待っておいてもらえると嬉しいです。ということで、このボナール高校では、特に高校生に向けてね、これからの進路だったり生き方だったり、そういったもののね、悩みが軽くなるようないろんな考え方とかをね、なるべく毎日発信してるので、ぜひチャンネル登録して入学して学んでいただけると嬉しいです。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。